ダニエル・リチャード・エス・ピノーサは、アメリカ合衆国カリフォルニア州オレンジ軍、サンターナ出身のプロ野球選手、ウト・リョーダ。2021年現在は、メキシカンリーグのモンクローバ・スティーラーズ所属、カリフォルニア州立大学ロングビーチ校出身。2007年7月には、ブラジルのリオデジャネイロで行われた第15回、パンアメリカン競技大会における、 野球競技のアメリカ合衆国代表に選出され、銀メダルを獲得した。2008年の MLB ドラフト3巡目で、ワシントン・ナショナルズに入団。契約金は52万5000ドルだった。2010年9月1日のフロリダ・マーリンズ戦で、メジャーデビュー。2011年は二塁手のレギュラーに定着し、158試合に出場して打率。 236ながら21本類が17投塁を記録。ナリーグの新人王投票では6位に入った。2012年は開幕当初スランプに陥り、4月は打率205で打点2だった。オールスターブレイク後の7月には打率を302試復調した。最終的には打率こそ247に止まったが17本類が 20盗塁を記録した。2013年開幕前の3月に開催された第3回ワールドベースボールクラシックのメキシコ代表に選出されたが、前年に貯めた左肩鍵盤の治療を理由に辞退。レギュラーシーズンでは支給を受けながら痛みを我慢して強行出場したため、6月に故障者リスト入り。この影響で44試合の出場に終わり、打撃成績も打率。 158.3本類打12打点と低迷した。2014年は、故障から復帰して114試合に出場したが、打率は、219という低い数字となり、2011年から2012年に2年連続で17以上を記録した、本類打と盗塁はいずれも8に止まるなど、不振から脱却できなかった。2015年は二類一種のレギュラー格に返り咲き、 百十八試合に出場。依然として低打率ながら、二百四十と2シーズン連続で上昇させたほか、三年ぶりの2桁となる十三本塁打を放った。しかし、投塁の水準は上向かずに5つに止まった。セカンドの守備は、ハイレベルで、八十一試合で守りにつき一失策、守備率、九百九十七 d r s プラス十という、好成績を残った。 また、いずれも20試合未満ながら三塁手、遊撃手、一塁手、左翼手も守ったが、DRS は最高でも0止まりで、マイナスのポジションもあった。2016年は、遊撃手のレギュラーで起用され、157試合に出場して4シーズンぶりに規定打席に達した。打率、209リーグワースト2位タイの174三振と、 圧倒的なミート力不足は相変わらずだったが、いずれもキャリアハイとなる24本塁打を放って72打点を叩き出した。走塁面では9盗塁を決め、成功率も82%と高かった。初めて、フルシーズン守ったショートの守備は、リーグのショートでは、ワーストタイの18失策を犯したものの、DRS プラス8ザープラス1.4と、 いずれの指標でもプラスの数値を記録して、対価なく務め上げた。2016年12月10日に、オースティン・アダムス、カイル・マゴ・ウィントのトレードで、ロサンゼルス・エンゼルスへ移籍した。2017年7月16日に、リーフとなり、20日に、FA となった。2017年7月24日に、シアトル・マリナーズとメジャー契約を結んだ。8月20日に、FA となった。 2017年8月25日にタンパベイレーズとメジャー契約を結んだ。9月21日にィーフとなり、同日40人枠を外れる形で参加のトリプル A 級ダーラムブルズへ配属された後、翌22日に FA となった。この年は3球団合計で93試合に出場して打率。173.6本塁が31打点。 4盗塁の成績を残した。2018年1月29日にニューヨークヤンキースとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになったが、3月12日に FA となった。3月17日にトロントブルージェイズとマイナー契約を結んだ。4月29日に FA となった。5月6日には、 ロサンゼルス・ドジャースとマイナー契約を結んだ。5月30日に FA となった。さらに6月22日にフィラデルフィア・フィリーズとマイナー契約を結んだ。ここでも8月8日に FA となり、4球団とマイナー契約を結び続けた。8月14日にメキシカンリーグのモンクローバー、スティーラーズと契約を結んだ。2019年2月8日に ニューヨークメッツとマイナー契約を結んだ。オフに FA となった。2020年2月29日にメキシカンリーグのモンクローバス・ティーラーズと契約。バント技術が高く、2011年にはバントアンダー11本を記録した。全体的な守備力は非常に高く、将来的にはゴールドグラブ賞を獲得できるレベルと評される。カリフォルニア州で生まれ育ち。 エンゼルスの大ファン。2016年末にトレードでエンゼルスに加入したが、翌年途中にディーフとなってしまった。メキシコ系アメリカ人であり、第3回 WBC メキシコ代表に選出された。しかし、故障により代表を辞退したため、第4回 WBC メキシコ代表入りには前向きに検討していたが、第4回大会には選出辞退されなかった。 ありがとうございます。